皆さん、こんにちは。ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか私は元気にしております。さてさて、何でもランキングのコーナーでございます。今回のランキングは、若い頃から超美形のハリウッド男性俳優でございます。男優でございます。はい、どんな人が出てくるか。 まあ若い頃からですから今もご活躍の方ということになりますね。だから残念ながらリバーフェニックスとかは出てきません。はい。ご了承くださいませ。はい。はい。では行きますよ。第3位。ブラッド・ピットです。理系でした。特に若い頃ね。超若い頃はなんかちょっと幼い感じもしてね。はい。若々しい高校生みたいな感じもありましたよね。 良、はい、かったですね、まあ、今もかっこいいですけどね、まあ、今は今であの良さがあると思いますけど、はい、2位、2位はですね、なんていうんですか、この人、年取らないんですかみたいな感じもしちゃうんですけど、トム・クルーズさんです、はい、年取ってなくないみたいな、いや、年取ってんですけど、はい、なんていうか、輝きを失ってないみたいな、宝石のような目をしてますよね、やっぱりね。 はい、そして第1位、まあ、これはね、まあ、あの作品が売れちゃいましたからね、もうしょうがないでしょう。はい、レオナルド・ディカプリオさんです。はい、よくビーチで、ね、腹が出てる写真とか撮られたりしてますけど、あの役作りしなきゃいけないときにはまたもう一度引き締めるんで、あの人は。あの人そういうい人なんで イタリア系はそんなもんですよ。はい大体。イタリア系は太りやすいんですよ。はいはい、<laughs> ちゃんと役作りの時にはしっかりとね、体作りしてますからね、はいいや。若い頃はもう、タイタニックの頃とかすごかったんですよ、もう、はい。私は途中で映画館でトイレに行きましたけど、あまりにも長すぎて。<laughs> そんなことはどうでもいいですねはい1位はレオナルド・ディカプリオさんでしたあの少年のような瞳素晴らしかったですねはい若い頃から美系のダハリウッド男優ということでございました皆さんいかがでしたでしょうか他にもいるぞという方はぜひコメントをお残しくださいはいそれではこの配信は以上となりますまた別の配信でお会いいたしましょうさようなら